海賊専門の泥棒ナミ。戦争孤児だった彼女はイーストブルーのココヤシ村で養母ベルメールの手によって大切に育てられた。しかし突然現れた魚人海賊団によって幸福な日常が一変する。魚人海賊団のリーダーアーロンは村人たちに上納金を要求し、金を払えなかったベルメールを見せしめに殺害したのである。幼くして養母を失ったナミはアーロンと交わした1億ベリーで村を解放してやるという約束のもと、アーロン一味の測量士となった。村を救うため一人で戦うことを決意したナミは、以来海に出ては海賊たちから宝を奪い、ついに約束の1億ベリーが目前となる。そんなある日、海軍が村に乗り込んできた。アーロンから賄賂を受けていた海軍は盗品の捜索と称して、ナミが長年かけて貯めた金を残らず強奪してしまう。ナミを陰から見守っていた村人たちはアーロンの卑劣な裏切りに激怒し、ついに蜂起。ナミの制止を振り切り、決死の覚悟でアーロンパークに向かった。どうすることもできず泣き崩れるナミ。そんなナミに手を差し伸べたのは、仮初めの仲間だったはずの麦わらの一味だった。私をただのキュート美人だと思ったら大間違いよ。あんたたちに何一つあげるものなんてないから。戦うからには勝つわよ。戦うんだ。この辺雷中だ。ジェイ、こういうゲームはどう？サンダーボルトゲー。サンダーボルトゲー。それ。この辺雷注意報よ。
この調子なら助けは必要ねえな。サンダーボルト、サンダーボルト、ギャを六刀流の八と知っているのか。さあ覚悟はいい。何を。これでも食らいなさい。もう怒ったぞ。残念、新機能よ、トルネードゲンボ。おい、俺が相手じゃ不足か。同胞たちよ、やっちまえ。ダンダーボルトだ。失礼。
しかあがいてみようじゃねえか。サンダーボルト、サンダーボルト、その辺、その辺、サンダーボルト、サンダーボルト、その辺、サンダーボルト、それ、サンダーボルト、サンダーボルト、それ、この俺が地獄を見せてやる。この調子なら助けは必要ねえな。ここ俺の大切な同胞、少し調子に乗りすぎじゃねえのか。私はお金のためにあんたに従ってきた。お金を貯めて村を買い戻すために。でももう終わり。アンダーボルト、あんたを倒す。この手でみんなの自由を取り返すの。人間ごときができるもんならやってみろよ。おお、血相会でどうした。我らが有能なる測量士よ。てめえら本気で俺たちに勝てるか。かけてんじゃないわよ。この辺相手になるぜ。その覚悟があんならな。この辺何か言ったか。ダーモンやわ。俺を怒らせると、この辺じゃ死なねえぞ。そんなに俺を怒らせる。この辺いい度胸や。それとも逃げても無駄だと悟ったか。この辺せ、サンダーボルト、あたしばっかり働いてない。その辺、ナミのやつ、俺が作った武器を期待以上に使いこなしてるみてえだな。サンダーボルト、サンダーボルト、ビンゴ。その辺、サンダーボルト、サンダーボルト、サンダーボルト、テンポ。その辺、その辺、次に乗るな。それ、これでも食らいなさい。残念、新キローよ。トルネードテンポ。さっさと捕まれ、さっさと捕まれ、さっさと捕まれ。次に乗るな。これでも食らいなさい。残念、新キローよ。トルネードテンポ。さっさと捕まれ、さっさと捕まれ。戦いは終わり。さて、あとはお宝、お宝っと。やるじゃない。